はい、毎度マスターです。今日は、宮津市ね、京都府の宮津市の宮津沖に行って、鬼カサゴとガシラ、カサゴですね、普通のカサゴですね、これをね狙った釣りに行ってきました。今日はねなかなかいい鬼カサゴが釣れたんで、ちょっと見てくださいね。はい、どうですかこの大きな鬼カサゴ、これすごくいいでしょ。このぐらいのサイズになるとね、すごく立派ですよね。かっこいいですね、見栄えもね。これね、でもね、ヒレとかに毒がすごくあるんで、気をつけなあかんですね。まあ、この45センチのサイズを一番でかいので釣れて、あとはね、カサゴですね。ガシラって、関西ではガシラって言われてるやつを、13匹釣ってきました。これをね、今から仕込みして、またお店の単品用で使えるように、真空パックに保存して、冷凍して、直したと思います。はい、それじゃあね、先にね、鱗を変えていきますね。鱗描く前にこのね、ヒレ、ここのヒレ、背びれと、そしてね、この尻びれと、そしてね、この腹びれ、この腹びれのところにね、これ鋭い毒針があるんで、まあ、先に落とした方がいいかもしれないんですけどね、今日はちょっと時間ないんでね、先に鱗描きますね。このね、鬼カサゴの鱗もめちゃくちゃ取りやすいんで、まあ、簡単にね、取れるんですけどね、このトゲをね、気をつけなあかんですね。これ先に取っていった方がいいかもしれないんですけどね、まあ僕ちょっと慣れてるんで、先に鱗を落としますね。今日はね、4連休のせいでしょうね。宮津から帰ってくるのに、いつもね、仮眠しなかったら、2時間ちょっとで帰ってこれるんですけど、今日はね、5時間半かかりましたからね、もう大渋滞でしたもんね。だからもうちょっと早く終わらせたいんで、とりあえず急ぎます。とりあえず今日釣ってきた魚全部一旦鱗をかきますね。よっしゃ、ほんだらね、一旦鱗が全部かけました。まあちょっと大変ですけどね、これをね今からね、エラとか、腹を開けていきますね。そしてね、お腹を開ける前に毒のヒレの処理をしてしまいますね。いや、ほんとこのぐらいのサイズになるとね、本当にヒレがねハサミで切れなくなるんで、またそれをね紹介しますね。鬼カサゴの毒針の位置なんですけど、このまず背びれね、一番多いのがこの背びれの部分、この背びれの部分に、たくさん、12本やったかな。ここら辺は分かりやすいんですけど、ここの部分、後ろの背びれの部分に見えにくいトゲも隠れてますね。そしてね、今度は腹びれの部分、腹びれ2つあるんですけど、腹びれにね1つに1本ずつついてますわ。これちょっと出しますね。こんな感じでこの鋭いやつがありますんで、これ両方ありますからね。そしてね、次が尻びれですね。この尻びれのところに3本、これもね隠れる感じで、ついてるんで、ちょっと見せますよ。映るかな、この3本、これこんな感じで、はい、これで1、2、3本、はい、こんな感じですね。あとはね、毒はないんですけど、このエラブタのところに鋭いトゲがあるんで、まあ、これもね切るんやったら切ってた方がいいですね。ここ1、2、ここの部分と、あとここら辺に細かいのがあるんで、ここもね結構鋭いんで、はい。そしたらね、この小さなサイズの鬼カサゴ、これね30センチぐらいの鬼カサゴやったら、もうねこのハサミで簡単にヒレ切れるんで、ちょきちょきやったらいっぺんに切ってしまった方がね、よいしょ、はい。で今度は尻びれも、これもいっぺんに切りますね。よいしょ。そしたらね、腹びれもね、もうこれ切ってしまいますね。よし、はい、よいしょ、こんな感じで、はい。あとはね、一応ほっぺんところのトゲも切っときましょうか。こんな感じで、まあ別に切らなくても大丈夫でしょうけどね、このサイズだったらね、毒はないんでね、ここは。よっしゃ、はい、 OK、 はい、こんな感じでこれでね、トゲがなくなりましたね。はい、そしてね、問題はね、この大きな40センチ超えたぐらいのサイズなんですよね。硬くてね、キッチンバサミで切れないんで、包丁でね全部いっぺんに落としてしまいますね。背びれをね、関節から外していくんで、まずはね背びれに沿ってこんな感じでね、そんなに深くね包丁入れなくていいんで、こんな感じで、まあ、V の字をイメージする感じで両方に包丁入れていきますね。はい、ここまで入れたら、今度反対に、おお、ちょっと待ってくださいよ。はい、でね、反対側もこれで切ってる時に刺さったら意味がないんで、気をつけてこんな感じで V の字にする感じで、よっしゃ、こんな感じで、はい、こんな感じですね。はい、もうちょっとだけ入れて、はい、
で、こんな風になりますね、両方から。はい、ここね、はい、ほんならね、この最後ここをちょっと切り目入れて、でちょっと押さえて引っ張れば、はい、よいしょ、こんな感じでね、全部いっぺんに取れますんで、関節から。まあこんな感じだったらね、全部簡単に取れますわ。次はね、尻ビレをやりましょうか。だいたいね、こんな感じですね、こんな感じ。はい、な、次尻ビレいきますね。尻ビレも同じような感じで、これもね、硬いんでね、こうやって取ってしまいますわ。ハサミじゃなかなか切れないんでね。よし、反対側やって、よっしゃ、こんな感じでやって、はい、で押さえて、あれ、よいしょ、はい、これもね、取れました。これハサミでやるとね、めちゃくちゃ硬いんですわ、このサイズになると。よっしゃ、これで OK ですね。そしたらね、今度腹びれですね。腹びれの外側、外側にね、1本だけついてるんで、これはね、もうハサミでも落とせるんで、よいしょ、今度1本だけね、これで先っちょだけ切ればいいんで、ここはね、簡単に落ちます。はい、で反対側もね、外側に1本、よいしょ、はい、はい、これで OK ですね。はい、次にね、このほっぺのところ、エラブタのところの、トゲはね、毒はないんですけど、これいっぺんにね、よいしょ、エラブタごとね、切ってしまいます。で、反対側も、こんな感じでね、こんな感じでね、簡単に切れるんで、よいしょ、はい、よし、はい、OK。はい、これでね、大きなオニカサゴも丸坊主になりましたね。これでね、安全に下ろせますね。今日はね、包丁じゃなくて、ハサミを使ってエラとお腹を開ける作業を移しますね。はい、まずはエラの膜を、こっち側切って、はい、こんな感じですね。で、この付け根のところを切って、で、今度は反対側にして、反対側もこの膜を切って、まあ包丁と一緒ですね、入れるところはね。で、付け根のところをちゃんと切って、こっちからもね、切って、よっしゃ、はい、たら今度は切れたら、はい、ならね、お尻の穴から今度はハサミを入れますね。家ではね、ハサミの方がやりやすいかもしれないですね。よっしゃ、はい、で開いてきましたね。はい、でここ開いたら、これはね、脊髄のところにつながってるこの関節を、切ってしまいますね。よっしゃ、たらここ切ったら、ここ切ればね、内臓と一緒に取れるんで、この膜をちゃんと切って、はい、ほんだらこれ、引っ張って、はい、これで OK ですね。はい、これをチョキンとしたらもう終わり。はい、血合いのところ、この血合いのところをちょっと切り目入れて、あとはね、たわしでもブラシでもいいんで、こうやって擦りましょう。ちょっと簡単にね、綺麗になるんで、よっしゃ、ならこれで、ですね、はい、完了です。はい、これでね、オニカサゴの水洗いが終わりました。はい、それじゃあね、オニカサゴが全部、単品用にぶつ切りにして、小分けが今からね、霜降りして小分けをしますね。こんな感じでなりましたね、ゴロンとした感じで。はい、じゃあね、こちらのガシラの方は、このまま1匹じゃね、ちょっと単品量じゃ大きいんで半分にしますね。アクアパッツァか煮付け用にしたいんで、頭も残したままね、やっぱ頭があった方がいい出汁が出るんで、頭を残したままおろしていきますね。はい、さあ、まずはね、まあ、普通にね、まあ、おろすのとちょっと違いますけど、まあ、お腹から入れて、よっしゃ、はい、こんな感じで入れたら、反対側にして、反対側からも入れて、ちょっとね、家ではね、気をつけなあかんかもしれないですね、これ頭あるのに。よいしょ、この尻尾は一番残そうか。はい、らここまでいったら、今度頭をね、割るんで、立てて、よいしょ、ちょっとね、ちょっと硬いんでね、よいしょ、はい、なこれで割ってしまって、はい、これで OK ですね。あ、このヒレもね、ちょっとお客さん食べにくいんで、ちょっと落としますね。オニカサゴと一緒のような感じで、
ちるんで、これもね簡単に、よっしゃ、はい、はい、でこんな感じでね一緒ですね。これ細かいのはねすごい食べにくいんでね、で腹びれも落としていきましょうか。はい、よいしょ、はい、これで OK ですね。あ、どの魚もね、落とそうと思ったらあんな感じでヒレ落とせるんで、はい、頭もね全部おろし終わりました。はい、こんな感じになりましたね。はい、骨付きと骨付きない方と、はい、はい、頭もね霜降りと掃除が終わったんで、今からこれをね真空パックしていきますね。はい、鬼カサゴもね霜降り終わったんで、掃除が終わって1人前ずつね小分けしていきますね。鬼カサゴもね結構な量が取れましたね。はい、お疲れ様です。今ね全部終わりました。鬼カサゴとメバル、これをね、全部、小分けできましたんで、これをねあと冷凍室に放り込んで、僕はねもう調理場の片付けも終わったんで、帰ります。今ね夜中の1時20分ですね。結構遅くなりましたね今日はね。帰ってくるの遅かったですからね、もうとっとと帰って寝て、明日も仕事ですからね。それではお疲れ様です。はい、お疲れ様です。マスターです。今日はね、この間月曜日に釣りに行った、鬼カサゴとガシラがあるんですけど、今日はねそのガシラを使ってガシラのアクアパッツァを作りたいと思います。まあね、釣ってきた魚をね、誰でも簡単にできるようにね作りますんで、それではね始めていきます。よろしくお願いします。はい、それではね今日はね、この間の月曜日に釣ってきた、ガシラの方を使ってガシラのアクアパッツァを作りたいと思います。使う材料がこれキノコ、プチトマト、まあ、ネギね、そして、これ潰した、ニンニク、これニンニクちょっと包丁で潰してますわ。包丁で潰したやつをちょっと香り付けね使うんで、それでねこのスプーンのやつ、このスプーンのやつは、ペーストのアンチョビですね。まあなくてもいいんですけどこんなもん。これがね、冷凍の、ムール貝とアサリと、これねボイルしてるやつですわ。もう冷凍のやつの方がね腐らなくていいんで、はい、もう味はねもう出ないけど十分ね美味しくなります。なんかねコクが足らないとかなったら、コンソメとかね本だしとか入れれば十分美味しくなるんで、さあそれじゃあね早速作っていきましょうか。まずはねこのこの間のガシラ、冷凍しておいたやつを、まあ、開けて塩をしますね。よいしょ、はい、これね、1週間ぐらい前に冷凍したやつですね。これねやっぱ辛い思いしてでもその日のうちにねいい状態で冷凍したんで、解凍してもねめちゃくちゃいい状態ですよ。よっしゃ、そしたらねガシラの方にこれ、こんな感じで塩をしましょうか。ちょっと多めにしておきましょうかね。はい、ペンペンと叩いてもっとしましょうか。はい、今度は反対側もやっておきましょう。よっしゃ、はい、こんなもんですね。はい、そしたら次作っていきましょうか。はい、そしたらねフライパンに、オリーブオイルを入れて、こんなもんかな。そしてね火をつけて弱火でね、弱火でしますよ。はい、ここでニンニクがね焦げないように低い温度でね香りをつけますね。ニンニクね温度が高いとすぐ真っ黒になるんで、こんな感じでゆっくりね。よっしゃ、こんなもんかな。そしたら今日の主役のこのガシラを入れていきますよ。皮面からね焼いていきますからね。よいしょ、で身が反り返ってくるんでちょっと押さえてね、押さえてしっかりね表面が焼けるように、こんがりとね焼けるまでやっていきますね。そうそう、ニンニクものけときますね。はい、もう少しですね、もう少し焼きましょうか。どうしようかな、こんなもん、あ、良さそうやな。よっしゃ、ちょっとひっくり返しますね。あ、はい、はい、こんな感じですね。あ、いい感じで焼けてますね。こんなぐらいで焼けたら、反対側もねちょっと焼きますね。よいしょ、ちょっとだけ押さえて、そんなにね裏側はねそこまで強く焼かなくていいんで、こんな感じでやっていきましょう。うん、こっちもこんなもんかな。よっしゃ、ちょっとひっくり返しますよ。あれ、危ない危ない、こっちから。はい、ほならねこんな感じでこんぐらいちょっとこんがりねなったらいきましょうか。はい、はい、そしたらね次はねアンチョビ入れましょうかね。アンチョビねこれペーストちょっと溶かしますね。でもねちょっと
塩辛いカニ味噌みたいなもんなんで、もうなかったらないでいいですからね、これ。よっしゃ、ちょっと溶かしてね、溶かして、いや、ほんとなかったらないで大丈夫なんで、ちょっとコクが足らないなと思ったら、もうコンソメとか本だしとか入れてもね、十分美味しくなるんで、もう魚がね、いい出汁出るんでね。そしたらね、次日本酒入れますね。日本酒、これ飲める方の日本酒ね。これワインやとね、ちょっと酸っぱくなるんで、お店の方はね、日本酒でやってます。それでも十分美味しいんで、よっしゃ。はい、それでね、日本酒入れてしばらく沸いたら水入れますね。もうちょっと沸かしてね、あのアルコール飛ばして入れますね。よっしゃ、そろそろかな。よっしゃ、なら水入れましょうか。よっしゃ、水入れますね。もう水もね、適当で大丈夫なんで。あとはね、しばらく、沸かしながらね、こうやって回しがけて出汁がね出るようにしますね。これ半分なんで、まあ、こんな簡単にできますけど、もし頭1本やったら蓋した方がいいかもしれないですね。ちょっと時間かかりますからね。こんな感じで、かけながら出汁が出るのを待ちましょうか。頭とかついてるからね、出汁が出やすいんでね。よっしゃ、これね、次に貝を入れていきますね。まずアサリとムール貝入れますね。はい、これね、もうボイルしてあるやつなんで、炊きすぎたらスカスカになるんでね、温まる程度にしておきましょうね。アサリとかムール貝の出汁はあんまり出ませんけど、もう十分美味しいんでね、魚も美味しいしね。そうしたら、温まったら次キノコ入れましょうか。キノコ入れて、これ何でもいいんですけどね、キノコ入れて、またちょっと火が入ったら、今次プチトマトを入れますね。プチトマトもね、あんまり煮込みすぎないようにしてるんで、さっと表面中か半分ぐらいに火が入るように炊いてますね。よっしゃ、さっとでいいんでね。はい、こんなもんですね。そしたらね、次はエクストラバージンオイル、これね、お好み量なんですけど、ちょっとね、今回多めに入れて、もこみちみたいにね、ちょっと乳化させますね。ちょっと多いかな。いや、こんなもんでも十分っすわ。オリーブオイルはね、体に害のある油じゃないんで、多くでも大丈夫です。そしたらこれをね、ちょっと強火でね、混ぜてね、このスープとオリーブオイルが一体化なるように、乳化っていうんですね。乳化させますね。そしたらね、コクととろみが出てくるんで、まあこれもね、お好みなんですけど、まあうちはね、今こうやって乳化させて単品料理で出してますね。お、そろそろやな。だいぶね、これ出汁もとろとろになってきて、コクが出てきてますね。これね、だいぶスープが少なくなったら、水足せばいいだけなんで、こんなもんかな。スープがね、多かったら、こんな風に詰まるまで、詰めればいいだけなんで、よっしゃよっしゃ。よし、こんなぐらいでいいかな。だいぶね、これで美味しくなってると思いますよ。いや、まあ、美味しくなってるんですけどね。このアクアパッツァもね、お店ではすごい人気のある料理なんで、それにね、フライパン一つでね、簡単にできるんで、よっしゃ、こんなもんやな。はい、これで完成です。あとはね、はい、どうですかこれ、美味しそうでしょう。映るかな、ちゃんと映ってるな。よっしゃ、あとはね、これをお皿に盛り付けますね。はい、そしたらまずはね、カサゴを胴体の方やな、これを、よしな、あ、ちょっと反転にしよう、映りが悪いな。はい、な、次に頭を置いて、なあ、次貝を置いていきますね。あ、いいな、いい匂いがしますね。はい、よし、はい、全部かけて、あ、おいしそう。はい、刻みネギをかけて完成ですね。よっしゃ、こんなもんかな。はい、できました。アクアパッツァですけど、ワインとか、これでイタリアンパセリとか使ってないんで、まあ和風ですね、和風のアクアパッツァですね。まあね、フライパン一つで簡単にできるんですけど、これもね、お店ではね、すごい人気のある料理ですね。白身魚やったらね、大体の魚は美味しくなりますしね。さあ、これでね、ビールで一杯といきたいところなんですけど、これを食べたらね、今から白浜にアコウダイ釣りに行ってきます。お疲れ様でした。